にちは、リッキーです。今日は魚をさばいていきます。まずは魚の鱗を取ります。次は顔を落とします。次はお腹を切って内臓を取り出します。切れましたので内臓を落とします。内臓が取れたので水で洗います。爪楊枝でこの周りの血合いを取っていきます。あ、折れた。さばけましたので、魚を焼いていきたいと思います。まずは魚を火を通しやすくするために切り込みを入れます。はい。切り込みができましたので、次は尾びれに塩を振っていきます。できました。今から焼いていきます。はい、焼いていきます。香ばしい匂いがしてきましたので、一回開けます。うわー、いい感じですね。ついてる。焼けました。じゃあ魚を取って皿に移します。美味しく焼きました。